アイゼンヒュッテンシュタットはドイツのブランデンブルク州オーダーイコールシュプレー軍の都市。人口は約2万4千人。ポーランドとの国境であるオーデル川に面している。アイゼンヒュッテンシュタット近辺からオーデル川と首都ベルリンを流れるシュプレー川とを結ぶオーデルシュプレー運河が分かれている。ベルリンからは 120km ほど離れている。もともとアイゼンヒュッテンシュタットのあった場所は 第二次世界大戦の終わりまで都市は存在せず、近くにフィルステンベルクとシェーンフリースという二つの小さな集落があるのみであった。戦後この地はドイツ民主共和国領となったが、東ドイツ政府によって製鉄所を中心として、周りに居住地域を排した計画都市を建設することになり、大都市から離れ、水運や鉄道の便にも恵まれたこの地が選ばれた。 当初は製鉄コンビナート近郊都市と暫定的に呼ばれていたが、1953年にソビエト連邦の最高指導者スターリンが没した際、彼を記念してスターリンの都市を意味するスターリンシュタットと命名された。しかし、1956年にソ連でスターリン批判が起こり、スターリンへの個人崇拝が否定されるようになったため、1961年に 製鉄所の都市を意味するアイゼンヒュッテンシュタットに解消され、その際にフィルステンベルクとシェーンフリースもアイゼンヒュッテンシュタットに吸収合併された。以後、製鉄コンビナートである東部製鉄コンビナートの労働者のための住宅が整備されていき、式典が開催できる巨大広場、マギストラーレと呼ばれる大通り、7つの居住区、商業施設などが整備され、発展を遂げた。 1960年代、この都市の労働者は優遇され、普通では10年は待たないと購入できなかった大衆車、トラバントが5から6年で手に入り、自転車なども不足しなかったという。第二次大戦直後には人口わずか1200人であった地域が、1988年には人口5万3000人を要する工業都市になっていた。しかし、1989年に、 東ドイツの社会主義統一と一党独裁政権を率いていたホーネッカー初期長が東欧革命のうねりの中で失脚し同年11月にはベルリンの壁が崩壊した翌1990年に東西ドイツが統一するとアイゼンヒュッテンシュタットはその存在意義を失った統一の翌年の1991年には3つの 洋行路の創業が停止されたことなどから人口が流出し、2008年には3万4千人にまで減少したため、東ドイツ時代の集合住宅を取り壊し、都市の縮小化を進めている。その際は、1987年に完成した第7居住区から取り壊された。一番新しい居住区から取り壊されたのは、第7居住区が市の中心部から遠く、また、 東ドイツ末期は、経済状態が悪化していたため、建設された住宅元の地区より劣悪であったためで、ある。アイゼン出店下た都駅、ベボケルウング・イムラント、ブランデンブルグナー・ハンツフライン・ゲメーンデン、アンターンウント・ゲメーンデン31、デトセンバー 2019ABCDEQ、東ドイツの都市の縮小現象に関する研究、ABCDEFCE 大地、 ニセドイツ東ドイツ製工業品 P120 から123ありがとうございます。